なんです、ね、知恵の輪っていうか、はいはい、え、これがこの緑から赤いとこに来なければダメだという、はいはい、そう、何がどうできないんですか、はい、これをですね、ここでも詰まってしまいますよね、うん、詰まりますね、ね、はい、それでこれが、この紐がこっからついてるんですよね、根っこから、はいはいはい、こっちもですね、はいはいはい、抜けませんよね、はい、まずこれ通らないですよね、通れへん、これね、これも取れない、こうもいけない、これを裏に通そうと思っても通らない、おうおうおう、ギリギリのとこでね、はいはいはい、はい、あ、どうも、はい、あ、山本名人でございましょうか、あ、どうも、はじめまして、あの、日本中央の協会の山本でございます、どうも、はじめまして、金属の輪が、はい、まず緑色の玉の方にあります、あります、はい、これを何とかして、はい、赤い玉の方に動かします、うん、で穴は動きません、うん、でも紐がそれなりに緩みがあって長さがあるんですよ、はい、ここがこの知恵のあの味噌でして、そういう僕らいろいろ考えましたね、うん、まずつながっている紐の中央部をかぶせます、ここが難しい、これが難しい、ね、ここで両側の紐を引いてもらってちょんまげ頭のようにこういう形になります。この時点でこの鉄の輪を中央の輪を通してここへ持ってきます。ここの時点でこの輪を戻す、中央の木の穴から向こう側へ出します。で、こうなります。ここで初めてもう一回2つの輪を、そしてさっき言えたやつを反対側から戻します。ここを出てきて一番最初の形になります。素直にこちらへ真ん中の穴にこれを、これでできなかったら恥ずかしいですね、はい、10年のキャリアですからね、こうか、こうか、こうか、こうですね、ちょんまげできた、いつ死んでもいいですよ。